京都大学2023年の物理の力学に関する入試問題です。物理問題1、次の文章を読んで四角に適した式または数値をそれぞれの回答欄に記入せよ。なお二重四角はすでに四角で与えられたものと同じものを表す。また問1問2では指示に従って回答をそれぞれの回答欄に記入せよ。ただし円周率は π とする。括弧1、図1のように点 O を中心とする質量ラジ M の地球の周りを地球より十分小さい質量スモール M の宇宙船 U が楕円軌道で回っている。宇宙船 U から点 O に向かう方向の速さをスモール U、 それと垂直な方向の速さをスモール V、宇宙船 U と点 O 間の距離を R とし、宇宙船 U には点 O に向かう方向の万有引力のみが働くものとする。この時宇宙船 U の運動エネルギーは MUV で表すと A であり、さらに位置エネルギーは無限遠方を0として万有引力定数 G およびラージ M スモール MR で表すと E である。宇宙船 U の力学的エネルギーを負の一定値 E とすると E イコール2分の1 MU の2乗プラス VR と表すことができる。ここでケプラの第二法則括弧面積速度一定の法則が成り立つことから、面積速度を一定の値 S イコール2分の1 VR として R を含む項をまとめた関数 VR を G ラージ M スモール M RS を用いて表すと U である。宇宙船 U が楕円軌道を運動する間、2分の1 MU の2乗は0を最小値とする有限の範囲を変化する。したがって E は VR よりも大きいとなる。波 R の範囲が宇宙船 U と点 O 間の距離が変化する範囲を表す。問1、関数 VR の外径はどのようになるか。 R を横軸、 VR を縦軸として、特に R が0と R が無限大の時の振る舞いが分かるようにグラフに書け。この時地球を大きさが無視できる質量ラジ M の始点とみなせ、また横軸縦軸に0以外の値を記入する必要はない。括弧1の問題です。宇宙船 U の運動エネルギーは MUV で表すと A であるという問題です。ここが宇宙船 U です。これが地球です。でこの万有力が働いているわけですね。で、まあ、地球楕円軌道を回っていますけれども、この運動エネルギーは何かというと、こちらの地球の中心に向かう方向の速度が U、これに対して直角方向が V ですね。で、ですからここが、まあ、これとこれの合成速度がこれになりますから、宇宙船 U の運動エネルギーというのはこの V、ラージ V ですね。2分の1の V 乗で表せます。で、V 乗というのはこの直角、ここは直角三角形ですから、これは V 乗プラス U の2乗が V 乗ですから、こういう関係式ですね。三平方の定理ですから V 乗はこれですから、ここをそのままいきますから MUV で表すとこうなります。次は空欄 E の問題です。先ほどは A でしたが、次は E ですね。さらに位置エネルギーはということは、ここにおける位置エネルギーですね。位置エネルギーは無限遠方0として万有力定数 G およびラージ MMR で表すと E であるという問題です。まあ、これは即答を覚えていれば、まあこういう風式になるんですが、じゃあなぜこういう式になるかということを考えてみますと、例えばその質量 mkg の物体が H の高さになるときは MGH という位置エネルギーですけれども、ここはその地上を0とすると、まあ、ここですね、位置エネルギーが0とすると、ここの重力でもってこの H という高さですね、こう移動すると MGH という仕事になりますから、ここでの位置エネルギーが MGH だと分かるわけです。この論法と同じようにして、ここですね、地球の中心、ここにスモール M という物体があって R と1ですね、このここにおける位置エネルギーは何でかというと、位置エネルギー無限遠方を0としますから、ここで言うとここですね。ですから無限遠方までこう仕事をすると、どういうその仕事がそこここにおける位置エネルギーになるわけですね。ですからここでは、まあ、例えばここの X という位置では、まあ、ここ0としますと、 X という位置ではその、まあ、R の位置ですね。 R の位置の時は万有力がこういう方向です。こちら向きを正とします。
ですからこれでもってこういう方向でもって、まあ、引力がこういう式になりますね。でこちら向きですから仕事はマイナスになりますね。移動する向きと力とか正反対ですからマイナスになります。これが力ですね。力かけ微小の距離かけたものが、まあ、その仕事エネルギーになるわけですね。それを R から無限大まで積分するわけです。足していくわけですね。微小のものを足していくわけです。積分するわけです。ですからこれを積分するとマイナスのこれが X 分の、まあ、GMM となるんですね。 DX ですから。ですからこれは無限大、 R から無限大までですから無限大ここ来て、これはまあ0になりますね。でこれは R になりますからマイナス R の GMM という仕事になりますから、ここにおける位置エネルギーはこういう式なんだということが言えます。これと同じですね。ですから答えはこのようになります。次はクーラン U の問題です。宇宙船 U の力学的エネルギーは E イコール2分の1 MU 事乗プラス VR と表せる。面積速度を一定の値、面積速度というのはここが1秒単位時間あたりにどれだけ吐くかという、まあここですね、このここの直角三角形ですから、この直角三角ここですね V、まあ、こうなるわけですが、今1秒間に V 行くとするとここですね、これがまあ面積速度になりますが、底辺かけ高さ割る2ですから2分の 1VR ですね。これが R ですから2分の 1VR となります。一定の値 S イコール2分の 1VR として R を含む項ここですね、まとめた関数 VR は GMMRS を用いて表すと U であるという問題です。でここがまあ力学的エネルギーですけれども、力学的エネルギーというのはそもそも位置エネルギープラス運動エネルギーですね。位置エネルギー、ここの宇宙船の U と混同しないようにしてください。これは位置エネルギー、こちらが運動エネルギーですね。位置エネルギーはまあ前問でやりました、マイナスの GRMM、 ここの位置における位置エネルギーですね。で運動エネルギーも前問の結果でやりました、2分の1の U 乗プラス V 乗ですね。この和です。これがこれ E です。まあこれはこう混乱したんですけれども、じゃあここですね、ここでは U や V がありませんから、ですからそれを消去しないといけないということは、ここでまあ一応これを V 一定値ですから S、 これを使うわけですね。これを両辺併用すると S 乗イコール4分の V 乗 R 乗、 V 乗は R 乗分の 4S 乗になります。ですから R と S で表すことができますね、 V 乗は。ですからここを持ってくるわけです。ですからこの1式とすると、1式はこれはそのままで、これ2分の MU 乗はそのまま、2分の MV 乗は2分の M の V 乗、これですね、ここを持ってきました。でこれとこれで4で2になって、結局これとこれとこれですね、これが2ですから R 乗分の 2MS 乗になります。とりあえずこれはここですね。ですから2分の 1MU 乗、2分の 1MU 乗プラス VR、 R に関する項を言ったらこれですね。ですからですからこれが VR になるわけですね。答えはこういうふうになります。括弧1の問1番の問題です。関数 VR の外形はどのようになるかという問題です。で関数 VR というのは全問で、ここの2分理学的エネルギーの時のここの VR ですね。この VR は全問の結果でこういう式になりました。 R に関する R を含めたこうですね、これです。でこれのグラフはどうかというわけですね。横軸が R、 つまりここですね、これで縦軸が VR というわけですけれども、その VR、 ここにここで縦軸 VR ですが、ここの交点は何かというと、ここの横軸との交点は VR イコール0と置いて、これイコールこれですから、これイコールこれですね。ですから R がこっちが R が残って、 R はこういう式になります。で R が0の時、0に近づけば近づくほど、これが無限大になりますね、もうどちらも。ですからまあ無限大に大きくなるというわけですね。で R が無限大になると、これ違う、無限大になるともう0に近づきますから、まあ0に近づくわけですけれども、じゃあこの曲線の傾きを求めるには、これをこの式をまあマイナス R のマイナス1乗、 R のマイナス2乗とすると、これをその導関数を導けばいいですね。その微分します、 R について微分すると、これがこういう式になって、まあ結局 V'R はこういう式になりますが、これの V'R がちょうど0、つまり傾きが0の時ですね。ですから極小値、あるいは極大値、極小値ですね、これはこれ0と置くと、これでこれイコールこれですから R は GM 分の 4S 乗になります。
というところで、これはこの時に、その傾きがゼロになるわけですね。これのちょうど2倍の距離、ここで、ここの時はですからここですね、交わるところではここです。で、ここでの時はまあこういうその傾きがゼロになるわけですね。ですからここで V'R が正いう時は正、傾きが正の時はどうかというと、このここよりも大きい時に傾きが正になるわけですね。こういうふうにして傾き、こちら傾き負ですから、小さい時はここから こちらの場合は傾きが負になるわけですね。でここでちょうどゼロになるわけですね。ですから曲線の外径はおよそ こ, まあこういうここを通ってこういうふうにして、ここからが傾きが正になるわけですね。で R が無限大になると、まあゼロに限りなく近づくと、ここゼロの場合は限りなくもう無限大になるというわけですね。ですから、まあ、こういう外形になります。